アリアナアフガン航空はアフガニスタンのカーブルに本拠地を置く国営航空会社である。大正期の1955年1月設立で当初は国内線、国際線ともに運航していたが、1967年新設のバフタルアフガン航空に国内線業務を委託し、アリアナアフガン航空は国際線専用となった。マクドネルダグラス DC-10 から30型。 キツポレフツ -154M 型キエアバス A310 型、キースラーム圏と仏教圏、ヒンドゥー教圏に囲まれた文明の十字路、アフガニスタンは多くの文化遺産に恵まれ、外国人観光客に高い人気を誇っていた。そのため外国人にも受け入れられるよう、アリアナアフガン航空が業務の効率化やサービス水準の向上など様々な改革を行った結果、アフガン 当時としては最新の旅客機であるアメリカ製のマクドネルダグラス DC-10 やボーイング727を主力機材として首都のカーブルを拠点に世界中を飛び回るというフラッグキャリアであるのみならず国内屈指の大企業であった。だがザーヒル・シャー国王の追放による王政崩壊とそれに伴う正常不安。 そしてソビート連邦のアフガニスタン侵攻により観光業は破綻。国内各地でゲリラ戦が行われ、国民所得の激減と国土の荒廃が進んだ。この結果、アリアナアフガン航空の業務も縮小、廃止が相次ぎ、かつてのような映画はもはや存在しなくなった。1 9 8八年にバフタルアフガン航空が廃止され、アリアナアフガン航空が再び国内線も、 運航するようになったが、かつての顧客は、アフガン国内の政治危機から旅行を控え、企業として持ち直すことはできなかった。1989年にソ連軍が撤退。ムジャーヒディーンゲリラ各派の連合政権と内戦、そして1900、当時、すでに国際線はパキスタンなど数カ国、そして小規模な国内線のみを、細々と運航していた、アリアナアフガン航空だが、 ターリバーン政権がアリアナアフガン航空を武装人員や武器の輸送に利用するようになり、アフガニスタンは相当な経済制裁を国際社会から受け、1999年11月、結果として国連はアリアナアフガン航空の国際線の運航を禁止した。国内線の運航は継続されたが、世界最貧国の一つであるアフガニスタンの国民が、 たとえ国内線であっても頻繁に航空機を利用することはできず収益の上がらない状態が続き事実上の破産状態に陥った。だが2001年のアメリカのアフガニスタン侵攻によりタリバーン政権が崩壊。制裁措置が次々と解除され2002年1月24日よりアリアナ・アフガン航空も国際線の運航を再開した。 その第1号が、インド政府からの無償供与を受けたエアバス A300 型機で、ニューデリーのインディラガンジー国際空港と、カーブル国際空港の間で運航を再開した。2014年1月8日、航空会社を評価するサイト AIRLINERATINGS.com において、全世界の航空会社を、比較調査した結果、安全性において2つ星の低い評価を受け、 448会社中ワースト10にランキングされた。2021年現在は、エアバス A310 とボーイング737で、アフガニスタンの国内線と、ニューデリーやドバイ、モスクワなどの近距離国際線を運行している。国際線では、カーブルと中距離国際線を結ぶ。EU 圏内への乗り入れはしていない。これは EU から、 危ない航空会社と指定されているからである。アリアナアフガン航空の機材は以下の航空機で構成される。ありがとうございます。